はい、おはようございます。カンパパです。4時50分ですね。今日は、タイトルでもお分かりの通り金峰山に登ります。で、ここはね、長野県側からの入り口で周り目平のキャンプ場ですね。実はね、ツイッターでねつぶやいてたんですけど、昨日の夜は車中泊する予定だったんですよ。で、車中泊の準備をしてですね、株ママ号にもうすでに布団を敷いて出発したんですが、さすがにね、柵を過ぎたあたりで眠たくなっちゃってね。で、急遽ホテルを取りました。さすがにね、前の日しっかり眠ると調子はいいですね。いいキャンプ場だね。こう、何がいいったってね、一番いいのはこう車が乗り入れできないってことですね。こんな感じの林道をですね、約1時間半ぐらいですか、はい、金峰山荘からね、大体5分ぐらい歩いてきたところでゲートがあります。はい、こっち側を通って、いやー、朝のね、空気が冷たくて気持ちいい。もうね、息が上がってるけどね来る途中ね、川上村のレタス畑を通ってきたんですが、初めて見ましたね。早朝4時台からみんな作業してるんですね。ほんとすごい。あんだけレタス見たのは生まれて初めて。窓を開けたらね、すごいレタス臭かったですね。もぎたてのレタスってすごい美味しいらしいんで、食べてみたいと思います。うわー、綺麗だね、川が。はい、ちょうど堰堤のとこですね。うわー、すーごい、すーごい水が透き通ってる。うわうわー、素晴らしい。冷たい。気づかなかったけど、今堰堤の反対側になんか怪しいお社を発見です。これね、 GoPro 優秀だから明るく映ってるけど、実はものすごくこれ鬱蒼と暗いところを撮ってます。これ映画トリックでね、よく村人が覗いてる祠ですねで、ここでね、関西弁の刑事2人がなぜか林道をスーツ姿でひいひい歩いてる、そんなイメージのところを今僕らは歩いてます。はい、ここがね、地図上だと中野沢出会いってとこかな。多分すごいね、これ誰かのブログで見たけど、本当にこれ何？あ、サニーか？サニーっぽいな。いや、よくここまで登ってきたな、ね、すごいのを見ちゃった。はい、あね、標識ありますね。はい、
周り目平からね僕ら来たんで、こっち側ですね、金峰山小屋、金峰山方面、はい、今株間が向かってる方に行きます。はい、あ、ここで沢を渡るのね。おっと、おっと、そうだね、よいしょ。はい、ここから金峰山登山口、ここは登山口なんだわ、山頂へ2時間30分、まあだいたい予定通りですね。はい、あー、やっぱりね、登山っぽくなってきたね。あー、で、こう、こっから行くんだ、こっちじゃなくてこっちだね。すごい感じのとこ行くんだよ、お前。これいきなりきついな、登り口は。はい、こんな感じのとこね、つづら折りに登ってきます。お、最終水場、どこ？これがそう？ああ、まあ飲めるよね、こんだけ綺麗だったら。お、はい、標高2000m、6時33分。いや、でもまあまあいいペースで来てますね。はい、はい、塩分食います。はい、8時12分、はい、2400地点まで来ました。金峰山小屋はね、多分あと10分ぐらいかな。早く一服して、よいしょ。はい、カブママも撮影してます。カブママの動画も楽しみです。おお、あと少し。はい、建物がいきなり見えてきました。あれが金峰山小屋だね。ふう、休みて。はい、8時25分、金峰山小屋到着でーす。わお、すごいね。あー、あれが五条石かな。
おお、すごいね。金峰山小屋休みですね。はい、8時35分、はい、金峰山小屋を出ましてね、山頂に向かいます。はい、ここで分岐がありますね。はい、山頂はね、ここです。この細いとこ登ってきます。ひたすら登りだね。あの岩がすごいよ。すごいね。いくらそこに積んだね。なんか大空に向かってトゥースってやってんね。はい、ゆっくりゆっくり登ってます。はい、ここで分岐がありますね。左行くと山頂で、右行くとね、五城石だって。五城石そこに見えてんだけどね。まあ山頂行きましょう。9時12分、金峰山です。この上登ります。のハンバーグを斜めに重ねた感じ。うわ、おいで、気をつけな。そろっかないよ。俺もう高所恐怖症だから、これ以上は無理だ。はい、鳥居から向こうはね、とりあえず今日は行きません。
はい、結構ね、五条席の前広いですね。山頂踏んでからね、その後こっち五条席の方に回って、まあ30分ぐらいボケっとしてるんですけど、全然お腹減らないんで。ただね、帰りもね、やっぱり3時間ぐらいのずっと下りになるんで、まあ、これを食べましょう。いなり寿司ね。これはね、食欲ない時でも入るから。人がいるね。ね、こう見てると大だるみ峠の方からボンボン登ってきますね。さすが百名山で、しかも人気の山。違うね。違うね。うん。富士山もね、うん、だいぶくっきり出てきた。はい、じゃあね、10時になりましたんで、はい、金峰山の山頂降りたいと思います。もうね、下りは怖いからね、とりあえず GoPro の電源切ります。はい、ではまた。はい、今ね、12時56分。ちょうど、金峰山の山頂から3時間ですね。多分ね、コースタイムもそんなもんだと思った。はい、そういうことで、今回もね、登山の動画ご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、カババでした。